こんにちは、映え食品の名取です。今日も、小松菜を使ったおひたしを作っていきます。今日はですね、えのきを使ったおひたしになります。では実際に作っていきます。はい、こちらが用意するものです。小松菜一束と、えのきと、お好みのめんつゆ用意してください。じゃあ調理を始めていきます。一束を、食べやすいサイズに切ります。半分かな。はい。耐熱皿に入れて、ラップをかけますと、ふんわりとラップをかけます。はい、じゃあ600ワットで2分、温めて切ります。外で、2分経ったんで、はい、レンジから取り出します。はい、今日はこのめんつゆ使います。2倍濃縮なんで2倍に薄めておひたしを作ります。というわけで、お使いのですね、めんつゆ、対応した希釈で薄めたものをですね、レンジでチンした小松菜とえのきにかけていきます。冷蔵庫で1時間ぐらいですね、寝かせて味を染み込ませて完成です。はい、こちらが冷蔵庫で1時間ほど、浸して味を染み込ませたものです。はい、完成。こちらですね、前回、前々回と同じで、家にある小松菜とえのきだけで、簡単に作れます。手間がかからずですね、非常に美味しく出来上がっているので、ぜひですね、作っていただきたい一品となっております。ではありがとうございました。